レッドゼッペリンライブの歴史。1971年9月27日、広島県立体育館でのライブでございます。この広島公演はメンバーたっての希望で行われチャリティーコンサートとして、その収益は全額ポンと700万円広島市に寄付したと言われております。太っ腹でございます。さすがゼッペリンでございます。この日のライブ前にメンバーは広島市役所や平和記念公園、原爆資料館などを訪れまして、その悲惨さを目の当たりにしたそうでございます。二度と戦争は起こしてはいけない、愚かなことだと涙を流したと言われております。そして自分たちの音楽が少しでも力になれればと、このコンサートを企画したそうでございます。当時は広島のような地方の都市で海外の人気アーティストがライブを行うことは珍しかったわけでございますが、会場も5000人から6000人の彼らにとっては小さなホールでございましたが、もちろん手抜きなし、熱い演奏が繰り広げられました。静かと言われる日本のお客さんですが大興奮となりまして、アンコールのコミュニケーションブレイクダウンの時にステージに押し寄せて演奏が中断するというハプニングもございました。絶好調のゼッペリンがこの広島の地でライブを行ったということは、我々日本人、そして人類にとっても非常に意義深いものであったと思います。まさに有言実行、愛と平和の広島公演でございます。Thank you.
でした。今日は他の人に迷惑をかけないようにどうか音楽に乗っていくのがよろしいと皆さんの席で楽しんでください。今日はさっき申し上げましたように第1も第2もない初めての試合まで2時間数十分にわたって彼らはずっとぶつ受けの演奏をするわけです。第4週が出ます。アルバムが出ます。どうか買ってくださいね。Let's see if it's going to go.
Thank you.